はい、こんにちは。株式会社名古屋市金目名古屋支店の伊藤と申します。本日はですね、ウェブ見学会へご参加いただきありがとうございます。私たち金目では皆さんの大切なお寺様ですね、お寺様をですね、後世へ残すため一生懸命ですね、伽藍整備をさせていただいております。そこでですね、お客様から一度でいいから金目さんの施工中の現場を見たいという声をですね、多数いただきました。そこでですね、普段はですね、各エリアで施工見学会を行っておりますが、ただですね、今はコロナの影響がありますので、今回ですね、業界初のウェブ見学会を行うことになりました。ただですね、今回ですね、ウェブ見学会が業界初になりますので、まだまだ至らない点もありますが、最後までですね、お付き合いください。よろしくお願いいたします。それと同時にですね、今回のウェブ見学会では質問も受け付けております。今回の質問はですね、皆さんの画面の下にあります Q&A というコーナーがあります。そちらにですね、見学中でも構いませんので、気になることがありましたらコメントください。そしてですね、後ほどそれをお答えさせていただきます。よろしくお願いします。ではですね、まず最初に金目はどんな会社なのかと言いますと、私たち金目はですね、本社が栃木県宇都宮市にありまして、自社事業部の拠点が名古屋、岡山、その3拠点でやっておりまして、北は北海道、南は九州まで全国でお寺さんの施工をさせていただいております。今現在ですね、施工実績は全国で4149カ所施工させていただきました。今現在もですね、全国でたくさんの現場が施工中ですが、今回はですね、長野県松本市にあります浄土宗の源光様にお伺いしております。こちらの源光寺様ですが、2016年に開創455年を迎えた歴史あるお寺様です。境内には約ですね、1350株の牡丹が植えてありまして、牡丹寺としても広く知られております。日々ですね、お寺様、皆さんで境内を一年中手入れをされておりまして、5月になりますと境内に色とりどりの牡丹の花が咲き乱れております。そんなですね、源光寺様ですが、ご本堂を建てられたのは1985年6月になります。ですので今からですね、約35年前にご本堂を新築されました。しかしですね、多数の場所から雨漏りがしてしまい、木材が腐食してしまう前にということで、今回ですね、屋根を改修させていただくことになりました。そしてこちらのですね、ご本堂ですが、見た目では問題ありませんが、調査をさせていただくと多数の雨染みの跡が小屋裏に見られました。その一つがですね、写真で赤丸にしてあるこちらの破風尻の部分が雨漏りがしている一つの要因でした。後ほどですね、こちらの破風尻の部分は内部をご案内させていただいたときに説明をさせていただきます。でこちらですね、源光寺様のご本堂の屋根面積ですが、825.8平米になりまして、伽藍がですね、間口が正面8間半、奥行き16間の入母屋のご本堂になります。そしてこちらはですね、2階建てのご本堂になりまして、1階部分が鉄筋のコンクリートの土台として開館として使われております。その上にですね、木造のご本堂が建てられております。ただですね、話しているだけですとイメージが湧きませんので、ここで先日撮影しましたドローンの映像をお届けします。ちょうどですね、大工工事が終わりまして板金を吹いている最中の映像です。一度ご覧ください。今からですね、ドローンの映像を流していきます。今、ご本堂の正面から上がっていきまして、今がですね、源光寺様のご本堂の全体図になります。現状はですね、右側は銅板を拭いている最中になります。今映っている左側は大工工事が終わり、防水シートもかけている状態になっていきます。でこちらはですね、この時期、9月から10月にかけては台風シーズンのため、こういった形でネットもかけて安全面に考慮して施工をさせていただいております。
で、私たちはですね、ドローンを使って屋根に上がらずにお檀家さんであったり門徒さんにもですね、工事の最中の現状をお伝えできるようにさせていただいております。で、今回のですね、工事ですが、雨漏りをしていた箇所が多数ありました。そこでですね、部分部分の補修は可能でしたが、ただですね、ご住職様から部分補修だと他のところも同じようなことが起きて、いずれ違うところから雨漏りがしてしまうというですね、判断で全面の改修をさせていただいております。ではですね、早速ですが今からですね、実際の現場はどうなのか内部の方からですね、見ていきたいと思います。では今から内部の方へお伺いしようと思います。あ、そしてですね、先ほどですね、ご質問をいただけるということで Q&A のコーナーからいくつか質問をいただいておりますので、ちょっと回答させていただきます。これが三重県のお客様ですね。今回の工事は何月から何月までですかという質問が来ております。今回の工事はですね、6月の1日から始めさせていただきまして、今年の12月末の完工になります。ですので6、7、8、9、10、11、12ヶ月、12と7ヶ月の施工をさせていただきます。ですので今年の年末ですね、年末の12月には完工してお客様に引き渡すような工事となっております。中にはですね、お寺さんの行事もありますので、そういったことも考慮して工事もさせていただきます。ではですね、今はですね、玄光院様のご本堂の正面に着きました。で、こちらにですね、玄光院様の参号がありまして、ここから中へ入っていきたいと思います。今ですね、正面に来ましたので、こちらから開けさせていただくと、今現状の施工中のご本堂の中になります。中はですね、今現状こういう形ですね。で、工事中にですね、瓦や銅板を下ろす際に小屋裏にある土であったり埃が落ちてきます。そういった時にですね、お寺様のですね、畳や仏具が汚れてしまうといけないので、施工中はですね、こういう形で養生をして工事をさせていただいております。そしてですね、こちらの方行きますと、こちらの上ですね、こちらの上ですが、先ほど雨漏りをしていた箇所になります。先ほどの写真でですね、赤丸にしてました破風陣の下がこういう形になっております。で、下はですね、こんな感じにですね、天井が濡れておりました。ただですね、実際天井の板まで濡れてしまうほどの雨漏りはかなり進行した状態になります。現状ですね、私たち調査をさせていただくと、瓦がですねずれて小屋裏で気づかないうちに雨漏りをしているケースが多々あります。早期の発見がですね、ご本堂を維持していく上で重要なことになってきます。そしてこのままですね、正面へ進んでいきますと、この両方にありますブルーシート、このブルーシートで覆ってあるものはですね、畳になります。畳もですね、施工中は集積をさせていただいて、こういった形で養生させていただいております。なので、このまま正面行きますと、奥の方にあります内陣ですね、内陣の方にはご本像があったんですが、こちらもですね、移動していただいて、移動できるものはできるだけ移動させて施工させていただいております。ただですね、中にはですね、欄間であったり、あとはお寿司、そういったものですね、もし移動ができないものがありましたら、私たちの場合はこういった形で私たちは養生をさせていただいて、移動できないものはこういった形で工事を進めさせていただいております。そしてですね、また左側進んでいきますと、こちらですね、こちらの上がですね、実はこちらがですね、最初にご住職が異変に気づかれたのがこちらの部分です。で、この下のありますですね、この天井の下にあります畳が濡れていたので、ご住職が最初に本堂の異変に気づかれたとお話をされました。そしてですね、このまま奥に進んでいきますと、先ほど説明させていただいたお寿司であったり、あとはご本尊様ですね。で、この脇の方を抜けていきますと、奥に行くと、今回はですね、こちらは位牌堂があります。こちらが位牌堂ですね。
で、こちらの位牌堂もですね、屋根がかぶっておりますので、お位牌もすべて移動させていただいて、施工をさせていただいております。なのでね、私たち施工させていただく際にはですね、予期せぬことがたまに起こります。そういった時にですね、ご住職であったりお寺様の大切な備品が何かあってはいけないので、できるだけ出せるものは出していただいて施工をさせていただいております。なので、中にはですね、こういったものはどうやって移動をしよう、そういったご相談がありましたら、私たちがですね、親身になってお答えさせていただきますので、それもご相談ください。以上でこちらですね、源光寺様施工中のご本堂の内部になります。工事が終わりましたら、仏具等をですね、戻させていただいて復旧させていただきます。では続きまして、屋根の方に行ってみたいと思います。それではお願いします。はい、現場からは工事担当の加藤がご説明させていただきます。現在現場の方は大工事が終わりまして、大屋根の片面を大方板金工事が完了した状態になります。今回の説明会はこの反対側で行いますので、現場の方を見ながら反対側へ移動していきたいと思います。現場からは2点、大工事の木下地と板金工事の屋根仕上げについてご説明させていただきます。まず1点目は、今回の工事で使用している金目一文字吹きについてです。瓦吹きであれ、金属屋根であれ、1枚の屋根材で屋根が仕上がるわけではありません。複数の部材によって屋根が仕上がります。赤丸で囲んである部分は横方向の重なり部分で、横ハゼと言います。この金属同士が重なり合った部分は、表面張力の影響で水を吸い上げてしまいます。いわゆる毛細管現象といい、雨漏りの原因となります。在来工法の場合は、このハゼを叩いて潰すので、金目一文字引きは、叩いて潰すのですが、金目一文字引きは工場で特殊な加工を行いますので、ハゼの中にへこみを作り、空間を設けることで毛細管現象を防ぎ、なだらかな折り返しを作ることで銅板の摩耗を軽減させます。次に、こちらが金目一文字吹き製品本体となります。有効寸法が1788mm の 165mm、 約11枚で1坪となります。では実際にこちらを吹いていく状況を見ていきましょう。まず縦ハゼを屋根材と引っ掛けて、横ハゼを引っ掛けます。上部の横ハゼにスリッコを引っ掛けて、今32ミリの銅のスクリュー釘で固定している状態です。このように製品1枚に対してスリッコを5個止めています。で、今回は、地上から10メーターを超える高所ということで、釘は2本打ちさせていただいております。はい、次に、二重屋根下地についてご説明させていただきます。こちらは現地の屋根出来上がった状態を、見学会用に一部めくった状態になります。こちらが工事
工事を着工して内部養生、外部足場の設置が終わると、既存の屋根の解体となります。瓦葺きであれば瓦をめくり、吹き土、杉皮までめくると既存の野地板が出てきます。図の右下、茶色に塗られたものが既存の野だるき、野地板となります。要の二重屋根工法では、既存の野地板に前転シートと呼ばれる粘着型の防水シートを貼ることで、一重目の防水処理を行い、その上に縦三木、敷もや、野だるき、野地板の順に下地を作り、野地板の上にアスファルトルーフィングを貼ることで、二重目の防水処理を行います。では実際の現場を見ていきましょう。こちらが実際の現場の状況になります。屋根を一部切り取った状態になります。でこちらが粘着型の、ルーフィング、これを、瓦がめくれた状態で屋根全面に張っていきます。こうすることで、一重目の防水を行い、屋根全面の雨漏り対策を行います。その後に、縦三木、こちらの部材を取り付けていくんですけども、この部材は、この下にある野地板、その下にある野だるきの真上になるように止めていきます。そしてこちらが横方向の敷もやとなりますが、この敷もやも縦三木と交差しているところで固定する。そうすることによって縦三木と敷もやは既存の野だるきと強固に固定することができます。ここまで新しい屋根と古い屋根とが強固に固定した状態で、今度は新しい野だるきと野地板を張って、その上にルーフィングを張ることで二重目の防水処理ができます。現場の方は説明以上となります。少し現場の方状況、施工状況を見ていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。やはりですね、実践の現場を見るからこそ分かることがたくさんあると思います。私たちもですね、いろんなところで見学会をさせていただきましたが、要さんは実際の現場を見るからこそ安心して仕事をお願いできるという声をですね、いただいております。あ、そしてですね、見学会中ですが、たくさんのですね、ご質問いただきありがとうございました。ここでですね、一旦質問を締め切らさせていただきますので、後ほどですね、回答をさせていただきます。では続きまして、原稿様のご住職にお話をお伺いしたいと思います。失礼します。ではご住職、この度はですね、要で施工させていただきありがとうございました。ありがとうございます。で、12月の刊行まで残り3ヶ月です。で、以前ですね、ちょっとお伺いしたところ、1月の7日に七草法要があるとですね、はい、お伺いしましたので、新年をですね、新鮮な気持ちで迎え入れるように私たちも精一杯努めさせていただきますので、最後までよろしくお願いいたします。でそこでですね、ちょっとご職ちょっといくつかですね、よく他のお寺様でもですね、聞かれることがありまして、ちょっとお伺いしたいんですが、今回のですね、屋根改修するにあたりまして、ご住職はどのような経緯で決断されましたか？はい、原稿寺が、この本堂が、はい、出来上がってですね、はい、そして、昭和58年でございましたけれども、はい、本尊様をご本堂にご遷座して、はい、そこで遷座法要いたしまして、はい、でそれからその後、まあ、楽慶法要、はい、それで、まあ、京都の総本山上院の方から、はい、時の大僧侶、藤井実夫大僧侶芸家、はい、
そしてまた羊長さんが先代と大学で友達でしたから、はい、あ、そうなんですか。寺本哲英賞、はい、にも入れたき、はい、地方の養殖の方初めて来てくれて、ここで、はいはい、あの脱臼が行われたんですね、はい、それから時が経ちましてですね、はい、まあ、銅板は長持ちするという話を聞いてたんですけれども、はい、やはりそのお寺の屋根は先ほどお話がありましたように間口が8軒、奥行き15軒半という大きな建物なものですから、はい、瓦にするか銅板にするか先代と棟梁さんと私とで検討したんですけども、はい、結局ですね、この長野県は夏が暑くて冬が寒くて、はい、寒暖差が激しいので、はい、その銅板の弱点が出てまいりまして、はい、で大雨が降る時に限ってですね、はい、あの軒先が土砂降りの時に雨漏りが、はい、そういうことで何回もいわゆる部分修理ですね、はい、抗菌をしていただいたりしてやってきたんですけど、はい、結局止まらなかったんですね。あ、はい、それで、まあ、総代世話人会を2年前から開いて、はいはい、どうしたらいいか、ね、かといって部分修理だとまた修理しなきゃいけなくなっちゃう、はい、いうことで、それでまあ業者さんどこにしようか、はい、ね、それでまあ入札をいたしまして、はい、それでまあ一番安くて、はい、しかも全国的に知名度の高い、しかも本山クラスをやっておられる、まあ、代表的な、まあ、お寺としては浅草の浅草寺さんですね、はい、そういう本山クラスの、はい、そういうところを手掛けておられる一番安くて技術の素晴らしい金目さんにお願いした、はい、ただ松本では、はい、この不思議なことにお寺もお宮も金目さんの仕事はやってないと思うんですね。そうですね、松本の方では。で、総代芝人たちも会員しても、はい、金目さんってどこに会社あるのって言われたくらいですね、はい、で、まあ、私も説明いたしまして、まあ、私はずっと前からね、まあ、新聞だとかそういう機関したとか、はい、そういうので金目さんの業績を知っておったんですけどね、まあ、そんなことで金目さんにお願いして、はい、決めさせていただいたということでございます。ありがとうございます。で、本当ですね、源興寺様のご住職には今回施工する前にもですね、愛知県の方のお寺さんにも足を運んでいただき現場も見ていただきました。そういった経緯でですね、ご住職にも今回ですね、屋根改修する経緯だったとお話をしていただきました。ご住職がですね、先ほどおっしゃられておりましたが、業者選びのコツもですね、合わせてお話をさせてしていただきました。ただですね、ご住職の中でもかなり葛藤されたと思います。そんな中ですね、私たちも選んでいただきまして、こうやって工事を進めさせていただけるのは本当にありがたいことです。ですので、この先もですね、工事をさせていただいて、そして終わった後もですね、アフターフォロー等を含めて最後までお付き合いしていきたいと思いますので、今後ともですね、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。で、そして私たちはですね、お寺様であったり、お檀家さん、門徒さんの声をですね、施工前の説明会であったり、あとはですね、施工中であったりと直接ですね、声をいただけます。そんなですね、生の声を大切にしていき、私たちもより良い工事を進めさせていただきたいと思いますので、またですね、気になることがありましたら、いつでも気軽にお声かけください。以上で、ご住職のインタビューとなります。ご住職、お時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。では最後にですね、いくつかですね、質問が来ておりますので、お答えさせていただきたいと思います。それでは、一旦屋根の方のカメラに戻します。それでは、お願いします。質問の中からですね、ありましたのが、特段の自然災害の被害に遭わなければ、次の吹き替えまでの耐用年数を伺いたいですというものです。いわゆる銅の寿命というのは、まあ、強い酸性雨が降る地域でも、銅板屋根が受ける消耗量というのは年間に 0.0033 ミリです。今回使用している屋根材は 0.35 ミリですので、まあ、計算すると約100年、で、まあ、こういった商品で製品で加工されてますので、まあ、80年ぐらいが寿命かというところになるかと思います。で、次もう一つ質問がありましたのが、まあ、雷についてのお話です。まあ、銅っていうことなので、まあ、電気伝導がいい素材ですから、まあ、落雷とかしやすいんじゃないのというようなことだと思いますけども、まあ、いわゆる雷っていうのは、上空に発生した電気電圧が電圧の低い、電位が低い方に落ちる現象のことを言います。
ですので、例えば木に雷がよく落ちるというのも電位が低いからでして、まあ、銅板自体に雷が落ちるわけではないということです。ただ今回の御本堂は、まあ、軒の高さですでに10メーター超えてますので、胸まで行くと16メーター、17メーターになってくるかと思います。ですので周りに高い建物がない状況下ではやはり避雷針等を設置した方が安全と言えるかと思います。あとは、まあ、強風に対しての、まあ、心配というか、強風で飛ばないのかというようなご質問です。まあ、先ほどから製品説明の中でも、釣り子を、まあ、5個止めて、釘を2本止めさせてもらっておりますけれども、当社の試験結果では、まあ、風速60メーター以上の風圧にも耐えられるというふうなデータが出ております。はい、ご質問いただきありがとうございました。ですね、お時間の都合で返答できなかった方も見えて申し訳ありませんでした。であとですね、早速ですねお問い合わせも数件届いております。これはですね各エリアのものがですね順番に対応いたしますので追って連絡させていただきます。でお問い合わせ先はですね、あと 2,3 分ほどでウェブ見学会を終了させていただきますので、その際にそちらの画面にお問い合わせ先が映し出されますので、そちらの方にですねそちらの方にお近くの営業所までお問い合わせください。まあ、急遽質問が来ましたので、釣り子と加工銅板に伸縮対策はあるのですか、そういったですね質問が来ております。でこちらはですね私たちの方では釣り子が欠けてありまして、であと銅板と銅板の間にエキスパンションといって、伸縮ができるように対策しておりますので、私たちの方ではこういった対策をして銅板を吹かせていただいております。あといくつかそうですね来てますね。あとはよろしいですかね。あ、はい、他にもですねちょっと質問が来ておりましたので、そちらの方はですね、お近くの営業所に、今回の施工中の施工見学会のですね質問でも構いませんので、またご連絡いただけると私たちも早急に対応しますので、また気軽にご連絡ください。ではですね施工見学会最後までですねお付き合いいただきありがとうございました。今後もですね皆さんと一緒にお寺様、お檀家様、門徒様のですね大切な建造物を残していくために要社員一同精進してまいりますので、今後ともですね要をどうぞよろしくお願いいたします。以上をもちましてウェブ見学会を終了させていただきます。不慣れですが最後までご参加いただきありがとうございました。